方が、はい、6割近くの方が選挙に行かれない、はい、まあそうですね、もうこれってめちゃくちゃもったいないと思うんですよ。そうなんですよ。やっぱり結局4割ぐらいの方しか選挙に行ってないってことは、ごく一部の方の本当に都合のいい政治がどんどん推し進められててしまうってことですもんね。まあそうやね。だから結局少数意見で物事が決められてしまってるんですよね、うん、問題があるんでね。だからそれをみんなでしっかり選挙に行って、はい、私たち市民のための政治にこれ今切り替えていかないと、もう国の政治もそうですけど、ね、利権の政治ばっかじゃないですか、まあ、ですはっきり言って、まあ、あの最近もね、お金集めは上手やけどっていう、そうですそうです、そういうこともありました。政治資金パーティーでね、はいはい、自分たちの懐は温めまくってるけど、そうそう、私たち京都市民の懐はもう寒すぎるという。だって私らあのインボイス中ね、制度が導入されたら1円単位で全部記帳せなあかんし、領収書も全部添えなあかんけど、政治家の人は20万円までやったら領収書もつけんでいい、報告もせんでいいって。おかしいですね。いやそうなんですよ、おかしくないですか。おかしいよ、これ変えないといけないですよ本当に、はい、変えれるのは私たち市民、私たち国民でしか変えれないですからね。これは私実はあの前回も出ておりましてですね、はい、4年前の市長選挙に、はい、あの時に私実は辞典やったんです。こんにちは、ありがとうございます。16万票頂戴をいたしまして、当選した門川市長が21万票なんで5万票ほど足りずに、涙を飲みましたけど、まあ今回新人対決とはいえですね、私前回次点ですから第2位ですよ、ね、まあ、そういう意味では私が今のところトップの座にもしかしてあるのかなと勝手に思っておりますけれど、いやこれは市民の力でなんとか、はい、もうなってこないとダメですよ本当に。はい、こんばんは皆さん。こんばんは。だからやっぱりこの4年間を振り返ってもね、はい、やっぱりこの4年ってコロナとかもあってめちゃくちゃ大変やったじゃないですか、はいね、もう国民みんなほんまにね、京都市民、今日の気候も寒いけどね、市民の懐も寒いよほんまに。本当に、うん、もう寒すぎるんですよ。そうで、私福山さんの話を聞いてて1997年から京都市民の方の所得がだいぶ激減してるという、はい、むちゃくちゃ減ってますね。もう悲しいぐらい減ってる。1人月に10万円収入が減っておりますから。1997年からで10万円も月ですよ。これ年間やったらまだしもね、年収10万円ちゃうからね。年収だから120万円も京都市民の皆さん、そこからもう富が消えてなくなったっていうことですからね。だってもう変な話が、これ月に10万あったら家の家賃払わなくていいじゃないですか。年収120万っていうことは軽自動車買えますよ毎年。毎年ね。そうで家賃もないようなもんじゃないですか。120万ってなったら家賃ね、10万円ぐらいのとこ住んでる人やったら毎月家賃浮くぐらいと思ったら、こんだけ収入が減ってるのに物価がまたむちゃくちゃ高い。いやそうですよ、高齢者の人も年金まだむちゃくちゃ下がってるからね。だからこのバランスがおかしすぎますよね。そうそうそう、物価とか生活に関わってくるお金はめちゃくちゃ払わされてるにもかかわらず、収入って言って私たちの手元に入ってくるものは下がってしまってる、激減してます。だから普通は逆ですよね。そう、所得がしっかりあってそういうところにね、そう払っていくんやったらまだしも、そうないのに払わされる。おまけにこの今の物価高って別に自然現象違うからね。そうですよね。どっかの国の政府がそうやって今の物価高を作り出してしまったわけやからね、うん、で97年から比べると消費税っていうのも、1997年はちょうど消費税が 5% に上がった年やったんですよね。それね、だから今倍の 10% ですよ。そうってことはもうその時よりもかなり負担が、そうそう、あるわけですもんね。外国行ったら消費税導入してる国でも食料品は消費税率ただとかね、うんうん、なってるんで、日本だけですよとか。そうですよね、はい、日常生活で絶対いるものにも税金がかけられる。そうでこれ子供もお年寄りもみんな払わなあかんからね。赤字企業でも消費税だけは払わなあかんからね。だからこれ本当にまずは市民の懐を温めることから始めていかないと。 それなんですよね、だからあの私は今回あの京都市長に俺はなるぜと言って挑戦を今しております。市民の皆さんが払った税金が市民の皆様の懐を温めるために使われる、まあ、こういうことをねぜひやりたいなと思っております。ぜひお願いします、はい、本当に皆さんの時給を上げる京都市政を作りたい。最低賃金もね上げて、そう
働く方の懐をまずは発達めるところから始めると、はいはい、これを強く言ってるのは今回福山さんだけじゃないかなっていう、多分僕だけだと思います、ねはい、他の方もねいろいろ制作見させてもらったんです、はい、でなんか子育てのこととかもいろいろ言ってる方いるんですけど、なんかねよう広告で出てきますわ、X とかインスタの広告で出てくるんですよ、ショート動画でね、お二人なんかあの公園にスタバとかを誘致して、なんか家賃を得るぞみたいな、それなちょっと見ました、見た、私あれ見た時にいやいやこの人絶対京都市内の公園行ったことないやろって思いませんでした、あれ自転車で回ってる福山さんやったらご存知だと思いますけど、はいはい、京都市の公園問題って子供たちが遊べないような公園になってきてるっていうのが問題なのにもかかわらず、今ね立候補しようとしてる違う方尊敬感でもうね京都市の公園行ったことないんやろと思うんですけど、いきなり公園にスタバを持ってきて、そこに家賃収入として収益得ますみたいな宣伝をしてるんですけど、公園にスタバがあったとしても子供が遊べない環境やったら何の意味もないんですよ。今ほとんどねこの間左京区でも高校生からあの志願書を受けていただきました、ねはい、高校生自ら市長へのね要望でボール遊びもしたいし、子供たちが自然にもう触れ合いながら遊べる環境を作ってほしいという要望書を受け取ってはったんですけど、本当にそこやと思うんですよ、京都市 の公園もあの球技とかできるから、そう、そこがおかしいじゃないですか、公園って、私今30もうすぐ6歳なんですけどね、子供の時って公園でやるのが当たり前だじゃないですか、普通バスケとかやってて、やってましたよ、キャッチボールもしてましたよ、公園で、そうでも今京都市の公園っていうのはそういう球技一切禁止、だから子供たちどこで遊ぶのって、そう、まあね球技禁止やしね、まあ、最近あの公園ね草ぼうぼうなのよ、あります、そうだからねまだね今この時期寒いからいいけどね、もうちょっとあったかくなってくるとねすぐ蚊が蚊に食われるから、うんうん、子供が公園に行きたがらへんの、うんうん、そういうこともちゃんと やらんとあかんよ、まずはそこからじゃないですか、はい、やのにもうトンチンカンの穴スタバをね各公園に作ったら人が集まるってなんでスタバやねんって、ね、いいんですよもちろん大きい公園にそういうのがあっても、はい、でもまずは市民が遊べる場所、うん、そこをしっかりと整備して、ね、子供たちが夏になっても蚊に食われへんぐらい、そうちゃんと草買ってほしい、草買って、はいね、整備もちゃんとして、はい、安心して親も公園行ってきって言われるような、そうよ、ね、京都市にしないとダメですよね、まあ、そうなんですよね本当に、だからやっぱり市民の皆さん、なかなかこう生活してたら、うん、もうそんな京都市政のことまで考えてられへんわとかね言う方も多いかもしれないんですけど、まあ普通そうやと思うけど ねでもやっぱりこの4年に1回のこの選挙というチャンスは、はい、皆さん必ず言っていただきたいと思います、よろしくお願いします、これで自分の4年先まで関わってくるってめちゃくちゃ重要やなって、大事ですよね、なんか選挙って言ったらしょっちゅうしょっちゅうやってるようなイメージになって、うん、また選挙やってんのかとか思う方結構いるかもしれないんですけど、その選挙って本当に重要な選挙で政治に関わってくることを決めてるのはもうほとんどが政治ですからね、そうです、だからこの政治をしっかりと正して、はいはい、私たちの生活を ね良くしていくしかないと思います、だからもうみんなのねあの政治に関心がないっていうのはね、まあ、それはそれで、まあ、自由なんやけど、関心がないのは自由やけど勝手に政治の方から皆さんに関係してくるからね、やっぱりねもうどうせそうやって支配されるんであれば自分でそれを変えていく方がよっぽど得やと思いますよ、うん、ほんまにそれ思います、はい、もう自分で変える、はい、これが重要、やっぱり自分たちの手で変えていかないとね、そうです、だからね万が一の時のためにねどの保険を選んだら得かとかねそういうことを考えられるので、誰に言えたら一番得かを考える方がねお金かかりませんからみたいな、ね、保険は何やかんよって保険料払わなあかんから、保険料かかりますから、そうなんですよ、でも選挙はタダです、はい、選挙で変える方がもうコスパはいいです、コスパはいいし、間違いなくいいです、便利ですからね、そうです、5分で終わります選挙は、
だから私ね、この4年ぶりの選挙もうワクワクしてるんですよ、はいはい、私も4年ぶりワクワクしておりますよ、ねはい、先日も宮古メッセで決起集会されたの私も参加させてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。2600人、すごいですね。オンラインも入れると3000人、はい、すごい、すごいですよ。3000人の方が応援していただいて、で私ああいう会でちょっと感動したのが、参加されてる方がみんなね、すごいなんていうの、楽しそうで、あそうね、ほんで色もカラフルやったしね、なんかすごかったですよ ね、みんながなんか一緒になって、はい、この京都市長選挙盛り上げるぞっていう気持ちがすごい伝わってきて、はい、なんかやっぱり福山さんに頑張ってもらいたいっていうのと、自分たちの力でやっぱりこの京都市政も変えていくんだぞっていう、この熱い気持ちが、やっぱり市民パワーですね。ねえ、はい、だからね、私今回立候補してくれるのは福山さんなんですけど、はい、あの時にいた2600人はもうミニ市長ですよね、みんながみんな、まあ、まあそういうことですね、そういう気持ちでみんなやってくるっていう、はい、あのパワーは本当に私希望でした。もうぜひぜひ頑張ります、ねえ、はい、だから皆さんぜひよかったら YouTube で今あの配信もされてるので、はい、そうなんですよ、その時の様子ぜひ見てもらいたいんですよ。よろしくお願いします。福山雅人さんの YouTube ぜひご注目ください、はい、見てください。で今ね、あのショート動画ですごい分かりやすい、あの、はい、給食のセンター問題 の、はい、動画とかも出されてるんですけど、はい、あれめちゃくちゃ分かりやすかったです。そうです ね、はい、京都市の、中学校給食の問題について動画も上げられてるんですけど、私も息子が来年の4月から、来年じゃない5年生、今年の4月から中学校に行くので、そうなんや、めっちゃ中学校給食を本当に卒業する頃にはちょっと変わっちゃうんですけど、ね、ちょっとこの問題もなんとかあんな大きい巨大センターを作るんではなくって、ね、やっぱり子どもたちにはあったかくて美味しいご飯食べていただきたいと思いますので、うん、ぜひそこも、ね、いや大体京都市はね、子育て環境日本一っていうね、看板を掲げてるんですよ。でもよそでやってる給食が未だにない、なんでそれで日本一なんですかっていうね、ほんまね、謎の古代広告なんですよね。もうそういうのばっかりですよね。そんなばっかりです。謎の広告ばっかり、はい、宣伝ばっかりして。だからね、やっぱり給食は早やらなあかんと思いますけどね、うん、とりあえずなんか食わしときゃええって、そんなんとちゃいますよ。いや本当にやっぱり出来たての温かいで、アレルギーとかちゃんと対応できてるね、きちんとした給食を子供にはやっぱり提供したい、うんで、私はもうその給食費ももう無償に近づけていきたいと思っておりましてですね、もうぜひお願いします。もうそれはね、そうせんとね、まあ、安本さんもねお子さんいらっしゃるからまあわかると思うけど、子育てにお金かかりすぎですやん。本当にそうなんですよ。ほんまに。で今やっぱり習い事とかも ね、みんなやっぱしてるんですよ、塾とかね。そうです。そうそう、だから普通にかかるだけじゃなくって、それ以上にかかってくるものがめちゃくちゃあるのが現状なので、だから義務教育だなって言うけど、他のものにもお金かかりすぎやから。もうほんとそうなんですよ、だから実際やっぱ京都市で今住んでてもね、子育てしてて、しやすい町日本一って言われても、実際してる身からしてはそんなことないかって思っちゃうの。実感ないよね。そうなんです。まだ学費がめちゃくちゃ高いやん、大学生なんでほんまもう私立大学行ったら100万とか120万20%のコーヒー飲みます。そんな考えただけで怖いですね。奨学金みんな借りたんですよ。だから卒業した時のあの借金が400万から社会人に行ってって最悪ですよ、こんな。こんなん社会に出るのが普通じゃないですか、借金ですと。だからやっぱりそういう社会に出た途端、ほんまやったら今から頑張るぞって気持ちでね、そう希望を持って動いてもらいたいのに、そういうこともなかなかね、できない今のような現状なので、そこをやっぱり京都市から変えていかないといけないですよね。だいたいよその国行ったら学費はタダか、うん、そうでなかったら学費がある程度有料やとしても解散でもいい奨学金っていうのがちゃんと充実してるか、まあ、これがグローバルスタンダードですからね。もうフィンランドなんか行ったらもう学費はタダ、そんな当たり前で、うん、大学の学食までタダないんです。学食までですか？学食もただ。もうそれやったらぜひ大学行ってくださいって親もなりますもんね。だから誰も貯金せえへんのですよ、ね、北欧の方は。あっちの方はやっぱり老後も安心してね、暮らせる仕組みになってますもんね。そう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 。でも今の日本となれば、そう
ね、数年前からもかかりかかるしね、お金かかるのが当たり前って、自主努力で貯金しましょうっていうのが政府のあれですからね、老後のために2000金で納めてるわけですから、だから残った収入でなんとか食べているんやけど、それだけでは老後が不足やから言って2000万貯めとくとかね、おかしすぎますよね。ねえ、だからやっぱり国民の皆さん、声を上げて怒らないとダメですよ、これ。そうだって年間働いてるうちの半分、言うたら国のために働かされてるのと一緒ですからね。それな、ね、それで安心して老後も暮らせるんであればいいんだけど、今の日本はそうじゃなくって、逆にもう2000万貯めないとあなたたち老後生活できないですよって言われてるんだからね。まあまあひどいよねこれ ね、だからこの現状を皆さんに知ってもらって、ね、一人でも多くの方に今のこの政治変えていかないといけないなって気づいてもらって、一緒に私たちと立ち上がっていただかないと ね。まあね、いきなりね、国の政治を変える言ったら大事ですけれども、自治体の方はね、まあまあ皆さんトップを選べますから、皆さんね、総理大臣は選挙できないんです。皆さんが自分で総理大臣を選べません。国会議員を選ぶだけです。でも地方自治体のトップはみんなの一票で変えられるからね。だからそれって本当に希望ですよね、はい、そうです。トップを私たちの手で決めることができる、はい、できるということは、私たちの力でこの今の政治を変えることができます。できます。なので京都のトップが変われば、うん、あや京都ででけたんやったら俺んとこでもできるやん、まあ、こういう話になるわけです。本当にそうなんですよ。だから私も、もうその面でも希望やなと思って、はい、やっぱり京都市がもう門川市政で16年、うん、この京都市政を変えれるってなれば、やっぱりみんな希望やと思うんですよ。そうなんです。で京都から変えれるっていう証明にもなるし、うん、そうです。そうなれば国の政治も変えれるんちゃうかなって言って、はい、そうそうそう、ね、みんなが行動すればこれ変えれるのはすぐ帰れますよ皆さん。第一岸田さんもね、学費を無償化するとか言うてるけど、うん、3人目からって何ですかその、もうまず3人も産めないですよ今の世の中。産めへんってそんな、ね、もうだからやっぱり現実を見てない方が政治をしすぎてる。だからやっぱりしっかり現実見て、生活、市民、国民の生活をしっかり見てサポートしてくれる方を皆さんには選んでいただきたいと思います。京都から変えていきましょう、ね、京都から変える、もうこれ本当にチャンスですからね。皆さんの選択で変えられますから。4年ぶりのこの市長選挙、本当にみんなの力で何とか変えていきましょう、はい、来週の日曜日、21日の日曜日から京都の市長選挙が始まります、はい、皆さんどうか今回の4年ぶりの市長選挙、ぜひ投票に行ってください、はい。今日はあの令和新選組の安持成美さんと一緒に凱旋させていただきました。あ、どこでございます。所属市民派の弁護士福山和人でございます。挑戦挙に挑戦をいたします。どうぞ皆さん関心を持ってご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は本当に、ね、参加者でのコラボ来て本当にありがとうございました。またあの YouTube でも今日の様子もアップ。